2月2日金曜日6時を回りました。いや大丈夫よ、6時を回りました。収録放送だからね、まなみちょっと緊張しちゃった。そうですね、はい、全身ラジオ、はい、略して全裸全裸はてな真っ裸でお送りします始まりますよ。いやいや違う違う、はい、いや2月早いね、はい、2月松井についに2月になってしまった。この間明けましておめでとうって話したような気がするんだけど、はい、本当に早くない？そうですね、うん、1月の記憶がなんかもう早くもねえ、はい、で何したかなみたいな。2月はさ、はい、今からほらあの改修工事、はい、なんだ内装か、内装工事するでしょ、はい、入りますね、はい、だからそのまるまるその 2月の記憶はないさ、うん、ここでの で、ね、前回って、ね、3月に収録、はい、あ3月に放送とかするときにさ、はい、このパーソナリティさんなんかと話で、はい、この間会った時にあ1月の話ですよねってなるんだろう ね、 ねこの2月だけちょっとすっぽ抜けた感じになるんでしょうね、うんほぼ、はい、ほぼだと思います。夜の番組は、うんまあ、途中から2週目3週目くらいからやるんですけど、うんうん、そうそう昼は基本的にもう全部収録なので、はいはい、そっか、そう夜の人たちはかろうじて収録ってこと一気に、はい、普通はちょっと休める時間帯もずっともどんどん入れていく感じでしょ。そうですね、はい、なんかスタッフさん大変だね。 それこそこの1月の末がすごい収録ラッシュ、もう、今日、はい、今週、今週、来週今日がちなみに1月の25日、うん、木曜日に収録してるんですけど、ね、この時はもうちょうど収録真っ只中、真っ只中、はい、もうそのどんどんあるんだね、今日もここのスタジオはめったに使うことないじゃないですか、うんうんうん、収録でもうここをめっちゃフル活用してるんだ、みんな、皆さんもあれだ、あここにもあったんだじゃないけど、はい、ここで初めて収録する人が多いですね。面白いね、うん、面白いけど多分、はい、2月の2日は、はい、今の週間天気というか、うん、あの気温の見たらさ、はい、あったかいわけよ。暖かいですか、うん、だから暑いね、今の見に行っていただけたけど実はね、はい、1月25日だから鼻水もめっちゃ寒いねじゃあ昨日が一番寒かった。そうですね、昨日が一番寒くて、うん、今日はまだマシになった方だけど、うん、それでもやっぱ朝来る時寒かったでしょ。寒かった、12度だったね。ああそうなんだ、寒かった、まっね、私も今日ね6 7時ちょっと前に出たの、ね、よ、はい、真っ暗でさまだ寒くて、はい、で今、うん、太陽出てきたから暖かくなってきてる、はい、そうそうそう、だから過ごしやすくなってるけどこの部屋冷えるね。この部屋はい、なんかスタジオ結構冷えたり、あと事務所も冷えて、あそのなんかこのかんその寒暖差もあるのかなんか私も鼻水が外はって、はい、フロアはそこまで寒いって感じないけど、うん、窓もあるからかな、太陽がね、はい、入ってきたり、ね、うん、向こうの大きいスタジオ、いつものお部屋は夏は暑いでしょ、太陽入ってきたら暑い、うん、で曇ったら寒い、なんかちょうどいい雨がないんですよね、うん、そ, うそんな寒いスタジオから、寒いスタジオから褒めてないねあすごいめっちゃコメント来てましたね、うん、あのツイキャスで、あすいません、はい、もう今日眼鏡も忘れてで画面も小さいのよ、そうそうそう、いつもよりもね、はい、よりそうちっちゃくて近づけて見えないので、はい、ちょっとまなみ読んでもらっていいですか。はい、読んでいきたいと思います。朝から暇なやつらが応援に来てくださってるありがとうございます、はい、トップバッターはひふみさん、何に今なのか木曜日だから多分あゆるいのかもしれない、ゆるいのか、うん、にゆるゆるなんだね木曜日は。あビースタで配信するときはカメラもっと上から撮ろうやっさって来てます。あ人の見て、あそう人の見てない。さんも多分この週でやりますよ。ああここでってきつくない2時間の2時間、そうですね今日やるでしょ、でその2時間に4時間今日、はい、なんかやばい番組になるんじゃない、はい、そしてヤンキチさんからはい、あ、ありがとうございます。マナミン、こんばんにゃーって来てます。はい、こんばんにゃーだよね、本当今そうですよね。おはようございますの気持ちなんだけど、こんばんにゃーだよね。そうですよね。はあ、しゃー、すげえ。そして、うん、ひふみさんから、2月は暖かいね、かっこ棒読み。暖かいでしょうね、2月暖かいね、そうだね、2に暖かいね、うん。多分24度まで上がるってよ、今日の昼。らしいですよ。らしいですよ。今今日は私の中の今日は全然ね、はい、全然全然寒くてさ上がらんけど、
18度まで上がるかな。18、どうですかね。昨日とか実際どうだったんでしょう。ごめん、16度までしか上がらん今日は。そうね、今日はって、収録の時ね、1月25日は12度から16度。はい、じゃこのラジ放送を実際にこの2月2日に聞く人は、19度って最低が。で、24度。暑いね、脱ぐか。暑いね。すごいですね、この気温のギャップが。寒いってば、本当に。2月になったら、もっと寒くなりそうなイメージが、うん、私はあったんですけど。来週は多分暖かいんだはず。うん、ちょっとさ、交互交互に来てない？週によってじゃあ、暖かい週、うんうん、寒い週。の繰り返して、春になるんだね。沖縄の短い 1,2 週間の春で、すぐもう降りずんだよね。はい、うん、暑いね、ちょっと汗かくね。あったかい方がいいな。はい、寒いのは得意。一応夏よりは冬の方が好きなんですけど。そうなんだ、はい。イベントがあるから。あ、いや、なんか暑いのがただ単に、汗かくのが嫌。あ、汗かくのは嫌。汗かくの嫌。嫌だけど、私はさ、はい、仕事がなんか忙しいから、はい、夏は緩いわけさ、はい。だからなんか暑いの嫌なくせに、七クーラーなんかいるくせに、うん、夏がいいって言い張るわけさ。海にも行かん、はい、ビーチにも行かんけどさ。ただなんていうんですか、この。うん。なんか心に余裕があったり、まゆさん来てくださいってパッといろんなところに行けるわけ、はい、断ることもないっていうの、はい、夏はね、はい、冬はごめんね、仕事があって、この仕事があって言いたくないんだよね、はい、ちなみにこの仕事があっていうのは何月までなんですか、まあ、この年末年始はもちろん忙しいじゃないですか、うんうんうん、今からはさ、13祝いが来るわけさ、九州の、はい、九州今度2月の10日でしょ、来週土曜日、来週の土曜日、2月10日が旧正で、はい、その日から、うん、あのカレンダーに「ね、うしとらう」書かれてるの分かる、はい、あれで立つ、今年は立つ年だから「立つ」って書いてる時がこの青年祝いをするお祝いの日だっけ、それがさ、はい、今年は旧正の日だっけ、2月10日が立つ年だっけ、だから忙しいはずね、旧正もしながらこの青年祝いあのいわゆる自分の生まれ年の子たちね、はい、13、沖縄では13祝いがいっぱいお祝いするから、うん、はい、まあ、有名っていうか着付けもしたりするから私は忙しいんだけど、うん、はい、まあ、還暦だったり、うん、70古希祝い73、はい、うん、とか古希祝いってさ、71ぐらいから古希ってなんかね県外では行ったりするけど、沖縄は73歳の時にちょうど辰年に当たるから、はい、うん、もうなんか73が古希っていう感じが、うん、しちゃうね。で沖縄はその後有名なのが十勝で88、はいはい、十勝ってお米って書いてさ、88ね、ベベージュ祝いって言うんだけど、はい、でも85もあるわけ。85は何ですか？何って85がだから辰年だわけ、青年祝い。沖縄今までずっと青年祝いでさ、はい、13祝いもありました、はい、で一応二十何歳かとか三十何歳かにもあるんだけど、はい、それをやらないですよね。で、すぐ還暦。還暦はあるでしょ、はい、赤いちゃんちゃんこってつけて、はい、で、国旗祝いはするのに、はい、すぐ次飛び越えて、はい、この85歳のお祝いよりは、はい、88の、そうそう、お祝いが多い。まあ、軽く家族でしたりするけどね、85も。おー、なんか変、今まで年日祝いって言って。純文の生まれ出しのあれでやってたくせに、うん、何の85歳はって近いからかな、出張祝いをしたらなんかみんなに迷惑かかるからか、ね、3年でやらないといけないってことですよ、うんうん、でもやる、最近はやる方もね増えてはいるけど、近いから85の時にこれ来たから、うん、あ、ごめんなさい、来たから88のこれ来たくないとかさ、うん、あの過去期まではいろいろ決まってないわけ、衣装はね、うん、でも十勝はあの青い瓶型の軽い着物が、はい、おばあちゃんつける着物があって、はい、その上から黄色い打ち掛けをね、うん、薄いやつちょっとつけるんだけど、帯も締めないで浴衣のヘゴ帯ってやるさ、はい、あの子供たちがやるふわふわの、そうそうそう、あれの紺とか青いっぽいやつでよく結ぶんだけど、あれでして88を写すわけね。たらこれがイメージが強いから85でこれは着たくないとか、なんか おばあちゃんみたいって、いやいやおばあちゃんだろうって思うけど多くて、でももう着物つけ下げ、つけ下げとかつける、はい、もう体力とか気力がないと、はい、帯結ぶのはねちょっと苦しいからさ、それであの中はそのまま青だけど、はい、上の内掛けをグリーンのちょっと高級な感じの瓶型がキラキラしたやつがね、あ、これだったらつけてもいいかな、これだったらオーバーな感じがしないとかさ
可愛いと思っちゃうんだけど、うん、そうそうそう、昨日ちょうどねこの85歳のおばあちゃんを写したんだけど、とても綺麗な方だった、真っ白の髪でさ、真っ白の髪って綺麗ね、うん、このちゃんとブローしてさ、はい、すごい 白になるともう本当にあれですよね、うん、なんかもう染めないでって感じよね、うん、ちょっとね残る人が多いんだよ、グレーっぽい人が多いんだけど、はい、たまにやっぱ真っ白な人がいて、綺麗な白、綺麗な白、もう若い子たちが憧れる白、はい、あれ ね6回7回ぐらいブリーチしないとねあの色出ないんだけどね結構な、うん、1回だけブリーチしてすぐできると思うわけよみんな、うん、1回ブリーチではオレンジにしかならなくて、はい、2回か3回でちょっと金髪になるわけ、うん、で4、5回それ一気にでもやっちゃったらさ、はい、うん、もう切れるけ大変で切れちゃうから、次リタッチするときに少しずつまた根元ものやって、この前に染めたものをが今度染まりやすくなるから白くして、でまたってこれ1か年とかさかけて白くしたら最高なんだけど、芸能人はさもう仕方ないさ、もうずっとほらあのそのヘアスタイリストさんがつくからケアもするけどさ、一般の人が案内したらさもうすぐ痛むね。で後から後悔する男男性はだんだん剥げてきたりさ、はい、女性はもう40代ぐらいからパサパサ、うん、もうマネキンの髪の毛みたいに、はい、もう私のもそうだけどあでも女優さんのこの髪の色だんだんねグリーンになってきてるね、傷んでる感じはあんまりなんて言うんですか、私が傷んでるから私が傷んでるから髪が傷んでる見えないんだはずやばいな。この前ゆかりんこさんの収録した時にもこの真由さんみたいな女性、だから褒めてたからさ、って言ってましたよ。ゆかりんこさんはさ、はい、あんまりボケないわけそこは、うん、真面目だよね、はい、ゆかりんこさんだから何て言うんですか、だから正直にちゃんと言うじゃん、うんうんうん、もうあの正直忖度なしだから、うん、そうそうそう思ってることちゃんと言ってくれるけど、はい、悪い思ってることじゃなくてさ、うん、いい感じで言ってくれるから、うん、コメントしらず しづらい逆にはい、それを今褒めてもらった眉毛ですなんて、うん、なんかできないしさ、だから、ね、いろいろ考えてる間にあのツイキャス送ったんだけど、一番最後の文章、はい、意味わからなかったでしょ、一番最後ちょっと、眉毛さんぐらい年取って経験だね、あ、経験があればもう綺麗になるんだねみたいな感じで、なんか3人てんてんてんでさまとめて勝手に終わらしたさ私もなんでこの文章よってちょっと考えてながらと、はい、1行目と2行目のつながらなかったんだけど、うん、もう終わっちゃうから早くこれを取ってそういう失敗多いよね、はい、あやばと思いながらもツイキャスあるあるかもしれないです私もコメントしようとして、うんうん、いつの間にかこの何ですかもう話が変わってそれからあじゃあいっかとか天の実もある、私それよくありますね。でもさ今日今来てるほらひふみさんもたみんさんもかっちゃんさんもさ、うん、なると読まんあのヤンキチさんなんかさ、はい、上手だわけ、誤字脱字とかもないしさ、はい、的確にパッパッパって笑わす言葉ね、みんなちゃんとやっていくさ、そうですよね、あのすごいそういえば昨日ああいうよ何いいですかコメントちょっと、うん、あごめんなさい、そうそうそう読んでからしましょうタミーさんから、うん、こんばんは、昨日はお初のお会い女子大生かと思ったって、あきゃー昨日初めて会ったのタミーさんと、昨日小座飲みに行った奥さん、はい、キラキラさんがいるさ、あ、はいはいはい、キラキラくんが貸し切りでシアタードーナツの映写会をするので、はい、この部屋を、うん、この FM 小座 FM 宜野湾 の、はい、あのリスナーさんやパーソナリティさんで埋め尽くすでみたいな企画をしてせやつが、はい、さん暇だろうみたいな、はぁって嘘で嘘で、ね、やっててあの結構いろんな方がいらっしゃる感じだったんだけど、でもキングスのさ、うん、試合もあったの昨日なんかもうあの辺の駐車場が全部いっぱいでさ、もうどこも止められなかったみたいで、はい、え呼ばれてきたのにっていうのは沖縄大好きさん帰ったって止められなくて、うん、もうギリギリ始まっちゃったらね、あれだから、うん、いやと思ってさ、私たちさもうあのももさんわかる、はい、ももさん、ももさんとももさんってそうあの私の飲み友達のね、はい、ママ友さんがさ、はい、行こうって言ってバスで行こうって、うん、10年ぶりにバス乗った、はい、死んで声をけけしいって恥ずかしいよねみんなさもう高普天間高校生と、うん、ちょっとなんか大人のおじちゃま、うん、おばちゃまがポツンポツン座ってたけどさ、はい、もう高校生がいて高校生でも静かでみんなさイヤホンして、うん、だから
小さい声で喋ってるけど響くわけ、うん、ちょっともう少し小さくって、で私が喋ったら気づいてくれるかなと思ったら、うん、全然気づかなくて、うん、うん、うん、ってわけだからちょっと恥ずかしいからって、うん、人のお家のさ不倫じゃないけど、はい、あっち離婚したよねの話とかさもうしたり今、はい、混んでたからライカムまでが、はい、ずっと混んでたから、はい、もう7時ギリギリだったの、はい、60分で1時間かかってる、1時間かかっちゃったんだけど、その間全然暇はしなかったけど、タモさんとすごいですね、タモさんちょっとって、うん、バスの中でふざけるのはさ、はい、私がふざけるわけ、桃さんよりも、うん、はい、だけどさ彼女はさ喋、うん、りがふざけてるわけっていうか、ちょっと私でもこの公共の場では気使うのにあるよびっくりした。で彼女と行って、そしたら、うん、もうシアタードーナツってさ、はい、9年目になるってよ、 あっち昨日行ってた、ね、知らなくてさ、ね、初めて知ったんだよ、はい、それもさ、うん、あのモーニング8が終わって、はい、あのマイオアシスやってるでしょ、はい、あれ火曜日、うん、火曜日と木曜日は、うん、小坂でしょ、その時のこの火曜日の時に、はい、あの何ちゃんかな、ミキさんが、ミキさんがそうそうやる時にあのプープーっていうおばあちゃん、タラマゴの、はい、福峰さんだった、はい、かまどおば、かまどおば、はい、かまどおばさんさ、はい、があのタラマゴで行って、はい、これをやか、ミキさんが訳すっていうのをやってて、はい、そこでシアタードーナツやーぬーって、うん、言いますね最近、うん、そうあのバンジージャンプじゃなくてサラバンジーだサラバンジーヌーみたいななんか言って、うん、あれで、あ、シアタードーナツでドーナツ食べながら、はい、コーヒー飲みながら見れる映画館があるんだって調べて、それで知ったんですか、それで知った、私の周りにももさんとはこの話しなかったんだけど、はい、うん、私のお友達でそのシアタードーナツ行ったことないはず、みんな、はい、この話題が出てこなかったもん。 FM 小座聞いてたら結構このシアタードーナツの話出てくるけど、そうです、ね、まあ、メインはやっぱり私 FM の聞いてるから、うん、ないわけさ、だからじゃあマイオアシスがきっかけで知って、同時になったことによって知ったというか、知った知った、うんうんうん、でアキラが誘ってくれて、はい、ここでって、はい、そしたらさ、ポスター見た時に、うん、これその10ルームズやりますって言って、私ちょっとは、まあ、勉強しようと思って、はい、検索して予告編みたいなの見たりとかさ、うん、はい、うーんって見たけど、あ、初めて見る、あの沖縄の、小座のやっぱり町のね、うん、FM 小座が映ってるんだろうなって、はい、まあ、予想しながらの、うん、小座の紹介、うん、面白いと思って、でこの間あのクリスマスも行ったの、向こうの、はい、忘年会、あ、忘年会、はい、忘年会行った時も、うん、この小座さんの、うん、FM 小座さんの斜め向かいのバーも、はい、あのチケット できるお店で、うん、でそこでちょっとしたもう1分程度の告知みたいな感じで見てくださいってしげさんが出て、自分こういう映画撮ってます、これで広告とかもどうですかっていう宣伝をしてたわけだから、ああ、ああいう感じの映画やるんだなと思ってたんだけど、なん かポスター、オレンジ色の縁のポスター引っかかってさ、どっかで見たことがあるなと思ったら、そういえば去年の初め頃だったかな、山内さんに「まゆこれお店に入って」ってもらったポスターがそういえばあれだったよあ、もらってた。もらってた。そういえば私貼ったやと思って。ああ、実際に。ごめん、あの時行くつもり全然なかったから、貼るだけ一応貼ってさ、はい、あの美容室の方に貼ったわけ。はい、で見た時に、知ってる子の名前があってさ、うん、でこのお母さんに聞いてみたわけ。はい、そしたら、そう、私、うちの子出てるよって、男の子が、小学生の子が出るんだけど、はい、天の海見たこの映画。あ、見ました、テンルームス、はい。一番初めの、うん、アリンクリンが出る番、うん、あれで、はい、あの、彼がイエーイって三味線弾いてる時に、男の子、小学生のちっちゃい男の子が50円玉あげるの分かる、はい、あの子、あの子、あの子、で名前も似てるな、小橋川くん、うん、似てるなと思ったら、うちの子と同級生ではないんだけど、うん、あの保育園から一緒で、はい、あの保育園で見てる見てる子で、またお母さんが私の美容学校の先生だわけ、はい、私より下だよ、うん、私より下なんだけど、美容学校の先生で、うん、中地さんって来るわけ、ね、うん、だから、あ、先生って私は言うけど、みんなが不思議そうな顔するわけ、うん、同期 あの専門学校行ってたの、うん、美容学校のお友達みたいな、はい、いや彼の彼女先生ですみたいなそう、38から美容学校行ったから、はい、その時はもう先生若いわけね、はい、へーって言って、じゃそのお子さんだったから覚えてて、はい、あ、このポスター貼ったやと思ってさ、うん
まさか、まさかの、山本さんに、いいよ、これ貼ってて、貼っててって、あと、あっちこっち、はい、あの時、たくさんポスターあって、うんうんうん、みんなに山本さん言ってたわけ。はい、でしたや、と思って。あ、貼ってた、貼ってた。あれだ、と思ってさ。いろんな人に配って、みたいな感じで。そうそうそう。火を広げようって。面白かった。面白かったですか。うんうん。あと、それを、あれで、シアタードーナツで、そう。見たんですか。そう、それもさ、はい、ドーナツと、うんコーヒーとか飲みながらって、はい、椅子もさ、うん、あ、そうそうそういいよねあんな椅子ね、はいうん、私もなんとか高さがあったり低かったり、うん、いろんなバラバラの椅子で、うん、それがアットホーム感というか、うん、お家でソファーで見てる感じでさ、うん、でも、ま、真っ暗で集中できて、うん、途中で電話が鳴ったり、うん、ご飯作らんといけんとかそんなのもないしさ、うん、お家だったらなんか、はい、あ洗濯機がピッピッピッになったら、うんうん、ちょっと、うん、止めない止めない止めないかパーッと持ってきて、あの室内干し、干しながら見てるとかさ、そんなのなくてさ、あーって。でさ、そしたら前の方に、はい、かなちゃん、かな子、かな子と、はい、あの、あきらがうち前に座ってて、はい、で、こっち側に、まなちゃんじゃない、待って、あい、ど忘れしてる。はるかさんじゃない。のんちゃん、のんちゃん、のんちゃん、そうそう、君のポテト、のんちゃんのギター、ギター、のんちゃん、のんちゃん、のんちゃんがいらしてさ、うん、あーだーって言って、その後ろに、はい男性の渋い方がさっと座ってて、はい、携帯ギリギリまで携帯触ってたわけあの人消すのかなってちゃんと始まったら消したけどその方がタミーさんだったもしかして今空映してたみたいな、はい、部屋の空今空映してたみたいなずっと那覇の映像だと思ってたら、はい、うるま市の映像だったらしいいつもねあの空は、はい、あそうそうそうタミーさんうるま市の方で、ねなんか都会のさ、はい、雑居ビルの間からやっと空を見つけましたっていう空っぽかったっけ、うん、私の中で。でもあれビル映ってないでしょ、はい、って言うけど、だからあえて映してたのかな、うん、そこを狙って。はい、那覇タワーの間からみたいなさ、田舎のうるま市だった。はい、あら、そうと思って、ま。そう。で、さっきのタミーさんからね、今な、はい、まだ長いんだけど話が。はい、かっちゃんさんも来てます。はい、かっちゃんさん。はい、どうもです。うん、まゆうさん一瞬誰かと思った、うん、帽子かぶってるからかなっていうことそうちょっとハゲてるから、はい、あ違う違うかおしゃれななんか冬らしい装いそう寒いからね今日ねあ違うか本当はあったかいかタミーさんからプンスか、うん、なんだってって来てますよプンスかプンスか怒って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 いや気になったってタミーさんの携帯が明るかったから、はい、はい、始まりますよって暗くなってもはい、そう、シンってなんかね、ツイキャスしてたのかな何か、ツイキャスっていうか、なんか送った感じだったんだけど、あそうなんですね、おい、おい、消すのかよ、消せないのかよって気になったら、あの人、タミーさんって、タミーさんって爆笑でも、その後ろの方も、2人組も、なんかずっとライトつけてたけど、ギリギリまで、なんか今から見ますとか、なんかやってんのかなって。まあね、迷惑にならんけど、私が、あ誰かなって、そしたらさ、この、ね、うん、のんちゃんの、うん隣ぐらい、斜め隣ぐらいに座った人が、山内さんがいたわけ。はい、山内さん、うん、山内さん、ここの。おお山内さんって言ったら、顔見て若い人で全然違ってたわけ。後ろ姿が山内さんそっくりだわけ。で、私それをさ、言いたかったけど、うん、うちの友達は、そこまで山内さん知ってないから、うん、あーふーんって感じで、うんうん、スルーされたわけ。はい、だけないかなって、そうそう、アキラなんかは、このシゲさんなんかと、はい、どうもよかったですってなんか話してたから、うん、のんちゃんに、のんちゃん、のんちゃん、あの人山内さん似てないって言ったら、私も間違えましたって思ってたって、やっぱり、思うよねって。見てる人がいるんですか今のさ、うん、コート、寒いからコートを着てさ、はい、ちょっとこうやって感じで、で、髪型と眼鏡をかけてて、もうギリギリさ、45度までの山内さんだわけ。はい、でも、もうちょっと言ったらもう若い、若いお兄ちゃんだ。年はじゃあ、うん、若い、あれは30代だよ、若い人でさ、タミさん思ったと思うけど、思わんかった。タミさんどうですかね。ね、一緒にいたからさ。タミさんはちなみに、あの音を消すのに悪戦苦闘してた。消してたんだね、君。消せないみたいな感じだったんでしょ。だから、あ、いっぱい来てる、山内さんも来てるってから、そしたら、はい、マナティとかさ、マナミもいるのかなと思ったけど、ちょ収録だよなって、はい、で、そうそうそう、うん、昨日はほら水曜日だから両親も番組あるさ、はい、あれと思って、両さんの番組は最近もキャンさんが受け継いでやってるんですけど、あそうなんだね、はい、あだからあれと思ってさ、そしたら謝るんじゃなかったか、あやっぱりじゃないか。みんなこっち来たら大変だよね。あでもそんなのあったの初めて知りました。そうなんだ。でその後飲みに、いいですね中の町、そういう
ももさんに、いつもももさんが教えてくれる、はい、あちこち、うん、ただ手羽先の、うん、いっぱいだけはしごしようって、はい、手羽先のお店があるさ、うん、一番街の方に、はい、あそこついてって、へえすごいねって食べて、次、あ、何だった、チャイナ行く、チャウか、行く行くっつって、はい、何そうこのお店って、ここでエビチルとねって、あ、エビマヨとねって、ハスピーナとかね、はい、マサ教えてもらったのに、私が教えてるごわし、はい美味しいんだよって言って、ね、うん、あと次に中野町 の、うん、あのバーに男性が一人やってるんだけど、はい、ジジバーっていうわけ、おじいちゃん、おじいちゃんっていうか、まあ先輩、一回りぐらい先輩、なんか60代の方だけど、 あの GABCDEFG の GGBAR で、はい、でもみんなさ、はい、ジジババーって思ってジジバババーってわけジジバババーに行ってきたっていうお客さんなんか話して、バーはバーで、ババーのバーじゃないけどなと思いながらも、ジジイババーのバーって思ってる人が多くて、みんな間違えるわけ。ジジイババーバーに行ったよとかさ。前は小屋十字路の方にあったわけ。はいはい、そこから、ね、一生懸命探して、移動して、ここの中の町に来たって言って、最近来たんですけど、よく見つけきれましたねって言って、ももさんの2人だけだったからさ、はい、楽しかった。カラオケはね、ちょっとカウンターがあってって。はい、おじさまのバーなんだけど、そんなのがあるんですね、うん、一杯取りで600円安いんじゃない、はい、カクテル600円、4杯おママさんが2杯、はい、私が1杯で、オーナー、このオーナーさんに一緒に、はい、もう一人だから一緒に飲みましょうって言って送ってあげて、はい、4杯だけど2400円だったから、そうですね、お休めたのかなと、もうその前お腹いっぱい食べ過ぎてあんま飲めなかったんだけど、いいね、はしごしてみたかったわけよ、あんな寒い時によりによってめっちゃ寒い時に、めっちゃ寒い時にはしごした、うん、だから今日ギリギリだった、はい、子供送って花見ってで、またもっと来てる、はい、まうん、あ、そうですね、はい、はい、あ、ひふみさんから、うん、あ、その前に、まあ、なるたらさんからも、あ、はい、密かに聞いてますって、うん、密かに聞いてていいよ、密かに聞いてて、コメント送ったら、はい、名前を呼ばないでなるちゃん読んであげるよ、そしてひふみさんから、今日2月2日はバスガール誕生の日ってね、まゆるさんこれまでいろんな経験したことあると思うけどバスガイドもやったことあるって来てますよ、ないね、ないけどやりたかった、今だったらやりたい、そう向いてそうって感じします、でも車酔いしてたからよくさ車酔いするわけでもバス慣れたらね、はい、うん、昨日はほらももさんみたいに話したらさ、はい、いいかも、修学旅行生とかね、はい、私はなんとかのバスガイドだった発車オーライっていう歌があるわけ、はい、明るく明るくって昔のバスガイドの歌があるんだけど、はい、ヤンキツさん知ってると思うんだけどね、ニーニーも分かると思うんだけど、うん、確かに幼稚園の先生がバスガイドだね、あ、思った、バスガイドよかったかもね、でもね残念ながら20歳ぐらいの頃は、はい、コインがないと止まるみたいですよ私もそう、あの子供生まれて、はい、この PTA 活動してからだはず、だんだんすぐ挨拶させられたり、挨拶ってあれね、あの何さんのお母さんですみたいのを言って、はい、どうもよろしくお願いしますぐらいよ、だけどそれもこんなのもできない人だった、はい、何年何組の、何年の母の何年ですみたいな、はい、もうしょっちゅうあるしさ、うん、この PTA 活動で、はい、だんだんあれかも、うん、まあ高校の時からちょっとね、はい、会長に刺さられるわけ、私わちゃくされ、わちゃくって何、ちょっと冷やかされてじゃないけど、あんたがやったら面白いはずみたいな感じで。はい、